こんにちは、鈴木慎です。次回大会また梶選手とシングルマッチです。何度も戦わせていただいて、その度にあの天性の明るさ、テンションに悔しい気持ちでいっぱいになっておりますが、私もね、元気よく頑張りたいと思います。元気さで負けないようにと言って負けてきたので、何か一つ自分でチャレンジをして勝ちにつなげたいと思います。それでは皆さん、会場でまたツイキャスもあるのかな、ありますね。はい、お待ちしております。それではまた。